デカキンゲームズブン、ハロー YouTube、 どうもデカキンです。イエ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 イ、パフ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 、イエ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 イ。ということで今日はですね、Five Nights at Freddy's 4をやってみたいと思います。今まではですね、舞台がピザ屋の警備室だったんですけども、今回は普通のお家ということで、ここですね、僕の家にある、たくさんのぬいぐるみをこう置いてみました。あとこれですね、手を温めることができるベイマックス、普通のお家の雰囲気でちょっとやってみたいと思います。実はですね、さっきやったんですけど、簡単に一面をクリアしてしまって、2日目の夜から、スタートしたいと思います。やり方はと言いますと、まず扉が3つあります。ここのクローゼットみたいなやつの中と、あとこっちの扉ですね。これはこっち側を見ることができます。はい。で、扉を閉めることもできます。ここ戻って、で、こっち側にも扉があるんです。はい。こっち側も、明るくすることができるし、扉閉めることもできる。で、あと後ろも見れるんですよね。おちょっと今見ちゃいけないもん、見えたな。ちょっと、ちょっとクローゼット逃げちゃおうかな。この、音が大事なんですよ。今回の、Five Nights at Freddy's 4はですね、もう音だけらしいです。もうとにかく音で聞き分けるっていう。もう開けて大丈夫？いったよね。あー待って、なんか音するもん。え、あ、このジャンジャン、怖いよこれ。あとこれ落としちゃダメだわ。やっぱこう iPad は強く握っとかないと、落としたらもう全部消えちゃうデータが。もう一回いきましょう。はい、確認。あ、チェックチェック、ワン、ツー、オッケー。大丈夫ね。あ、やばいやばい、入ってきた、落とした。閉じとけば、だから、ここに隠れとけば、もう、全クリできると思うのよ、別に。ここに隠れとけば、全クリだと思ってるから。あ、落としてるな。あ、やばいかもなっていう。でも、隠れてるから。あ、だからこのさ、ギャンっていうの何？これどうすればいい？どうすればいい？いやいや、だから、俺、開けないからね、ここ。開けないよ。開けないって。開けない、開けない。マジ開けない。開けない、開けない、開けない。これ、ギャンってなる。なんて、うわぁ！夜中だよ、今。夜中にこういう声出しちゃダメなんで。もうですね、大体のことは分かったので、次はちょっとクリアしてみたいと思います。いやいや、やられる、やられるよ。電気、電気、電気。おい、おい。おいおい、え、どうやったら勝てんのこれ。お腹の周り皮下脂肪、鼻から上だけはヒカキン。ツイキャスで言われました、お前は音の出ない人。毎日楽しみにしてます、皆さんからのコメント欄。朝起きてみると書かれてた、お前は森に帰れよデブファキュー。